本日はアンティークギャラリーシュレディンガータイムへお越しくださいまして誠にありがとうございます。ここは時間と空間、光と闇の深淵を漂う展示場です。皆様の心を捉えるような展示品やご要望の商品などございましたらメールにてお気軽にお申し付けください。また当ギャラリーは現在オーナー不在のため未熟な使い魔シャオリンとマイマイが店番をしております。ギャラリーが浮かぶ超空間の磁場を著しく乱すため彼女たちへの過激な言動はお控えくださいますようお願い申し上げます。あと数秒で当ギャラリーは多次元空間へ入りますのでお近くの椅子にお座りの方はそのままで、まだの方は席にお着きになりいい空間へ落ちないようお気をつけください。それでは空間を出ましたら心ゆくまでご鑑賞ください。草原の大地が石の塊に変わろうと野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。お店だよね。店員から買い替えがあるしね。ムカつく。
会で出会った3人が次元旅行に行きたいというのでついでにお土産を預けます。あ、ありがとう、はい、私たちは人間界が気に入ったのでもうしばらくこちらで過ごすつもりです、はあ、まだクジラを生で見てないしね。クジラ？クジラ？まあいいや、もうちょっと店番していらっしゃいな。雲外郷ルーより、お、追伸、店にある次元を渡る鏡を彼女たちに渡してあげなさい。お代はもういただいてあります。本当に出てた。え、かっこいい。次元を渡る鏡なんてあったっけ？売ってないからあるとは思いますけど、うん、早く渡してさっさっさと出かけてもらおうよ。探すの手伝ってくださいよ。ねえねえ、なんか探し終わるまでここで遊んでなきゃダメみたいだね。その通りだね。何する、何何しようか。基盤のイメージがないけど、まあまあいいです。はい、じゃあ話を戻しましょう。はい、はい、じゃあちゃんと仕事してください。マリさん、私どうしていいか分かんない。めちゃ振りしてみた。いやいやいや、ところですね、はい、トークコーナーなわけですよ。そうそう。で、本日のゲストは基盤大好きな郁恵ちゃんと、はい、ツイテール担当のみなちゃんです。はい、そしてそしてお菓子大好きなりかちゃんです。の3人が所属してる、違うな、3人でやっているミトコンドリアの皆さんです。紹介です。さすが勉強になる最終回だけど。最終回や、結局振るんかい。いや、ちょっと振ってみました。で、今までどんなイベントをしたんですか？あ、ミトコンドリアさん、歌を歌ったり、歌ったり踊ったり、お芝居をしたり、いろいろやってます。あ、うん、具体的には、具体的にはステージで歌って踊ってお芝居するんです。そう、あのね、たくさんのね、子供たちの前でね、はい、分かった。じゃあその中で今までで一番面白かったことは？うん、あ、メロンパンの話。あ、そう
よね。うん、メロンパンの歌。そうそうそう、うん、せーの。あんぱんにはあんこが入ってる、メロンパンにはメロンが入ってないっていう歌があるんです。確かに入ってない。そういうね、そのね、メロンパンのね、曲のやつ歌ってるとなんかお腹空いちゃってきて、はいはい、なんかね、メロンパン食べてるな、私。そう、リカちゃんはメロンパンを食べてるんだけど、イクエとミナは歌ってる、うん、ここが歌ってて、うん、食べてる、食べてるんだよ、うん、ステージの上で。そうだよ、自由だね。お腹空いちゃうじゃん、うん、だって踊ってるとさ。でも私ちゃんと自分も食べて、みんなにお菓子もね、配りに行くんだよ。さあ、来てる子たち。そう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 。でね、この間ステージの上からリカを探そうと思ったんだけど、うんうん、ちっちゃい子にいっぱいわーって囲まれてて、どこにいるか分かんなかったことがあるの。埋もれちゃったんだ。埋もれちゃったんだ、お前に。ちょっとうちらもやってみますか、それ。ね、ちょっとなんか人気者になれそうだよね。チョコとかね、ポッキーとか。チョコとかポッキーとか。ごめんごめん、一緒だった。なんかいろいろ。板チョコとかも食べて。とりあえず甘いんだね。甘いものを配るんだ。おせんべいとかでも。さあ、甘くないと思う。自由すぎるよ、自由すぎる。頭抱えちゃった。今後の予定とかはじゃあブログの感じで、うん。そうです。ブログを確認してライブ情報をゲットしてください。はい、はい、ね、セミが交代で書いてる、うん、そうです、うん、あ、でもイクエちゃんも書いてんだよね。書いてる、書いてるよ。はい、イクエちゃんも書いてます。お願いします。はい、じゃあ、あと私の方でちょっとイベントがありまして、うん、一番最初のゲストの土屋彩さんと0206という今朗読ユニットを組んでおりまして、そちらでですね、3月19日に京王線の目白台にあります、教会でですね、目白区フェスティバルというのがあるんですが、18時からそちらの方に出演することになりました。こちらの方で、普段の私が見れると思います。こんなんじゃない私が、はい、いつも通りです。そんなことないです、こんなんです。、そちら無料ですので、ぜひ皆さん見に来てください。はい、お願いします。前回ね、台風で大変だったからね。そう、お客様もね、あんまり来れなくて、今回は晴れるといいなと思っております。はい、じゃあ皆さん、てるてる坊主持参でお願いします。目白台まで応援に行ってあげてください。はい、高尾山の近くです。じゃあ、まあそんな感じで、こんな最終回でいいんでしょうか。うん、いっか、いいんじゃないかな。じゃあ、今回で最終回です。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。この度はアンティークギャラリーシュレディンガータイムへお越しくださいまして、誠にありがとうございました。未熟な使い魔シャオリンとマイマイによる物語はいかがでしたでしょうか。これにてこの物語はとりあえず終幕となります。皆様からの温かいご声援や叱咤激励など誠にありがとうございました。まもなく当ギャラリーは多次元空間から現実の世界へと移動いたします。皆様、多次元空間と現実の世界との狭間にさまよわないようご注意くださいませ。また未熟な使い魔シャオリンとマイマイがごくたまに人間界へ遊びに出ることがあるかもしれません。その際は温かくお声をかけいただければ幸いでございます。もしかしたらまたお会いする機会があるやもしれません。それまでの間、しばしのお別れとなります。重ねてのお礼となりますが、シャオリンとマイマイによる物語シュレディンガータイムをご覧いただき誠にありがとうございました。お出かけしよう、ずっと一緒にいたいんだ。
最初に知ってたんだけど、僕は願いを叶える勇気に入れた両手